中川さんちの発酵ご飯中川でございます。本日ご紹介するのは台湾風の豆乳がゆをヒントに豆乳の優しいコクとたっぷりの大根が入った大根がゆと残りがちな漬物で作る大根の台湾風漬物あえをご紹介します。まずは大根をどんどんカットしていくのですが、大根の皮をフープロにかけて米粉と片栗粉で作るもっちもちの大根餅のレシピ動画も以前上げております。始末料理やけどもっちもちの熱々大根餅にニラ醤油で食べるのはお料理教室でも人気ものだったので、ぜひ作ってみてもらえたら嬉しいです。大根の大きさは炊くと柔らかくなるので、サイコロ状でもいちょう切りでも千切りでも大丈夫です。まずは洗ってザルにあげておいたお米を炒めていくのですが、炒めてあげることでお米にひびが入っておかゆにした時に花が咲くように仕上がります。なのでここでしっかりと炒めてあげてからお水を入れていきます。でこの時鶏ガラスープでも大丈夫ですし、今回はいつも使っているだし&栄養スープを入れています。まあ、鶏ガラスープの方がもうちょっと中華がゆ寄りになって美味しいと思います。さて次は大根がゆを煮込んでる間に作った青菜の漬物の大根和えです。野沢菜や高菜漬けなんかの青菜の漬物が余っていたらぜひぜひ作ってみてください。おかゆにぴったりなのはもちろんなんですが、熱々ご飯にもぴったりな副菜です。大根は食感が残るように太めの千切りにして塩を当てていきます。塩の分量は大根の全体量の 2% にしていきます。280g なんですけど、だいたい 2% なので 6g 弱入れていきました。それをしっかり和えて、そしてそのまま放置して大根の水気を出していきます。その間にフライパンにごま油、ちょっと多めのごま油をひいて青菜を炒めていきます。柔らかく炊いた大根がゆとポリポリ食感が楽しい漬物あえの完成です。大根料理2品ですけど、食感の違いが楽しめます。大根がゆまで作っておいて翌朝豆乳を入れるだけだと朝ごはんの用意も楽ちんです。とろとろの大根とお花が咲いたおかゆはふんわりサラサラで、豆乳のコクと甘みが優しいのです。豆乳って、ね、アミノ酸、旨味なので
お出汁はそんなに入れなくても、大根だけのね、優しい大根の味と、あとは豆乳の旨味で、もうお塩だけで十分美味しいです。干し海老とかでもすっごく美味しいので、なんかちょっと残っている漬物とかがあったらぜひ作ってみてください。では今日もありがとうございました。